ポールド・サン・ビクトールポールド・サン・ビクトールとして知られるポール・ジャック・レーモンド・ヴィンセド・サン・ビクトールはフランスの作家、評論家である。彼はおそらくマルセル・プルーストが小説、失われた時を求めてで言及したフランスの文化人として知られている。サン・ビクトールはパリで生まれた。彼の父は サンビクトール伯爵ジャック・ビンスであり、主に彼の詩、レスペランスとアナクレオンの詩の優れた翻訳で記憶されている。彼は1851年に日刊紙、ルペーズで演劇評論家としてスタートし、ラプレッセ紙で美術評論家、テオフィル・ゴーティエの後を引き継いだ。1866年には彼は創刊されて間もない、ラ・リベルテ紙に移り、1869年に ルモニトゥール神のスタッフに加わった。1870年、第二帝世紀の最後の数日間、サンビクトールは美術総監に任命された。サンビクトールは1881年7月9日にパリで亡くなった。その死によって彼が古代と現代の劇文学全体を調査するつもりでいたレデューマスクの出版が妨げられた。 サンビクトールは極めて高い批判的才能を持っていたが、同時にそれは一方的なものであった。彼はテオフィル・ゴーティエに多額の借金を負っていたが、その著作はゴーティエのそれよりも華やかだった。サンビクトールは有名な女優ラシェル・フェリックスの妹で、やはり女優であったリア・フェリックスと関係があった。二人の間には娘クレアがおり、 コングール兄弟の兄エドモンドコンクールが大父となった。ありがとうございます。